大会が場内始まります。ジェニー・バグラスのスターティングプレイヤー並びに監督をご紹介いたします。1番坂下真由子、去年のユニバーシアード代表新人のセンターを務めます坂下です。ベテランのレフト、速いトスを打ち切ります谷口です。V プレミアの、まあ、女子チームの中で唯一2年目の年を迎えた外国人ケニー、全日本の司令塔セッターの竹下です。8番キャプテン高木、この高木もキャプテン2年目。187cm のフォーライ、リベロは菅山です。元全日本の男子の監督も務めました寺回り太監督です。一方の NEC、 お正月の天皇杯で左足首を捻挫しました。まだ完全な調子ではありません高橋です。全日本センターキャプテンの杉山です。本来はアウトサイド、しかし今はパワフルなセンターのポジションに入っております松崎です。左利きライトポジションに入ります有田です。さあこの人のトスワークに注目、新人セッターの秋山、そして青山学院大学にまだ在学中内定選手の内田ですから、セッターの秋山の大学の1年後輩ということになります。そして NEC に復帰してきましたベテランの成田です。過去のことよりも選手のパフォーマンスを私がどう引き出すかという話を昨日していました吉川監督です。さあローテーションですが、 JT は竹下のサーブから、そしてその次に坂下センターがサーブを打つといういわゆるフロントオーダー、NEC は秋山、高橋、杉山、有田、内田、松崎という順にサーブを打ってまいります。審判はファーストレフリー北村由香さん、京都の審判、そしてセカンドレフリーは広島の石井陽壮さんです。さあ落合さん、はい、まずこの出だしに注目ですね。そうですね、昨日高橋選手が試合後に、やはりこのリーグを通して、はい、試合の入りが悪いんだと、とにかく明日は出だししっかり入っていきたいと言ってましたので、今決めてくれましたね。その高橋が決めて、まず NEC が1点を取りました。まだ全体に調子が上がってこない両チームです。高橋サーブミス、昨日からちょっとサーブミスが目立つ感じがありますよね。そうですね、ちょっともったいないですね。サーブを打つのは新人のセンターに入っている坂下、本来はアウトサイドのプレイヤーです。ちょっと短いアンダーで上げる秋山です。そして内田、あ決まりました。いいコースですね。青山学院大学在学中、セッターの秋山は青山学院大学の1年先輩になります。ですからその辺は随分気持ちも楽なんですという話をしてましたね。そうですね、昨日すごく仲良さそうな雰囲気を出してましたね、はい、杉山のサーブから押し込みました。高木が押し込みました。2年目を迎えたキャプテンの高木です。さあそしてケニーが下がりました。ケニーのサーブは高橋を狙いました。ちょっと長い、あ反則になってしまいました。崩れました。まずサーブレシーブで崩しました。
あっともまた乱れてしまった。打っていく、打ち切れません。ここはケニーのサーブで2本。そうですね、 NEC のミスを誘いました。非常にこの選手は広い範囲が見えている印象があります。惜しい。しかしギリギリを狙ってきますね。そうですね、結構強気で打ってくるサーバーなので、はい、サーブレシーブ難しいと思いますけど、しっかり返してきてますね。そしてケニーのバックアタックがここからはあります。さあ NEC 有田のサーブ、ライトからいきます。高木が決めました。高木が下がって、そしてここからは竹下がフォワードに上がってきます。これも短い。これでサーブポイントが3本ということになりますか。そうですね、ちょっと出だしにしては多いですね、はい、出だし走っているのは JT です。ここまではその JT がサーブで崩しているという見方なのか、あるいは NEC がレシーブにミスが多いということなのか、どうご覧になりますか。そうですね、昨日 JT は 3-0 で負けてしまっているので、やはり昨日ミーティングでかなり選手の中でも団結力が高まっていると思うんですね。やっぱり今日の出だしをしっかりしようという、その勢いは JT かなり見られますね。はい、どちらも6勝6敗で、とにかくまず一つ勝ちを先行させたいですね。はい、第1セット序盤はサーブで JT が NEC を崩しています。高橋が拾う、松崎に打たせます。拾う、アンダーで上げて、これは返しきれません。NEC は今センターの松崎がレフトのオープンに開いて打ちました。そうですね、もともとはレフトの選手なので、やはりレフトの方が打ちやすいと思いますね。はい、という形を取ってきます NEC です。さあ内田が下がりました。高木を狙う、長い押し合いになって、ケニーが上げて、蓬莱が打つ、決めました。このあたりは押し合いをうまくマイボールに結びつけてポイントに重ねました。蓬莱がサーブに下がって、新人の坂下が前に上がってきます。サーブはジャストアウト、ギリギリを狙っていきました。しかし JT はサーブ攻めてる感じがありますね。そうですね、やっぱり勢いありますね JT。 松崎がサーブに下がります。サービスになった。 JT に8点目が入ってテクニカルタイムアウトです。ここまでは JT の流れできました。さあそれでは両チームのリザーブのメンバーをご紹介しましょう。まず JT です。西山インデンというアタッカー陣、そしてセンターに今日は加藤を入れて、控えのセッターは遠藤、そしてレシーバーに小酒と入っています。小酒はリベロで出ることも多かったんですが、今日はリベロは菅山です。一方の NEC、アタッカーの高崎、サウスポーの泉、それからセンターの田口、ベテランセッター大貫、レシーバーとして出てくることが多い中村というこの5人です。序盤はここまで第1セット JT の流れできています。8対5。 JT のサーブに対して NEC のレシーブが乱れるという場面がここまでは目立っています。サーブには谷口が下がって、ここからはケニーがフォワードです。 JT 高橋、ここはうまく打ってきました。思い切り打ったという感じではありませんがね。そうですね、ちょっと崩れたボールを処理するのを高橋選手すごく得意ですからね、うまく打ちましたね。広沢さん、はい、先ほどのタイムアウト NEC 側ですが、プレーで迷うなと、自分たちでしっかり点を取りに行け、しっかり打ち抜けという指示が飛んでましたね。ケニーが決めました。その辺がですね、昨日吉川監督が強調していた気持ちの部分ですね。そうですね、すごく昨日も選手を勝たせたいという熱い思いが伝わってきましたね。さあ竹下が下がりました。これは綺麗に返る、速攻
ここは杉山が速攻で切ってきました。ああいうタイミングで打っているときは NEC 強いですよね、あの攻撃どんどんやってほしいですね。どちらもですね、今シーズンはそのセンターに怪我人が出て、なかなかセンター戦が使えないという状況ですね。そうですね、本数的にもすごく少なくなっているので、ライトからケニーです。竹下上げてもう一回ライトからケニー、しかしライトのアタックはよくブロックに当てている NEC です。有田決まりました。 JT の場合はレフトに速い平行がありますから、どうしてもそちらにブロックが行きがちですけれども、ケニーによくブロック当ててますね。そうですね、 JT とにかくサイドが速いですからね。これはサーブレシーブ乱れました。ケニーブロックがついてブロックアウト。この辺りはブロックが揃ったんですが、うまく打っていきましたケニーです。坂下のサーブ、成田が上げる、そして内田です。押し込む、竹下が上げてライトから高木はアウト。 JT はワンタッチをアピールしていますが、どうしてという高木です。しかしこの高木もキャプテン2年目、今年非常に成長した選手として寺回監督が名前を挙げている選手ですよね。そうですね、昨年彼女は本当に1年目でキャプテンということで、かなり悩んでいたと思うんですね。私も彼女と同じ年代でキャプテンをやったので分かるんですけども、2年目はかなり余裕が出てきます。もう今年すごく数字が上がってますよね。落合さんの場合もその周りは年上の選手が多かったですね。そうですね、逆に JT の方も竹下選手など谷口選手、ベテラン選手多いので、多分だいぶ彼女の助けになってくれると思いますね。しかしここで NEC が迫ってきました。有田のサーブ、竹下にきっちり入る、そしてライトから高木上げている、2段トスになる。さあ打ち切れるか、内田です。おー、ワンハンドよく上げました。さあつなぐか、押し込んだ、秋山上げる、そして内田ブロックが吸い込んだ。内田がここは2本続けて打っていきました。そうですね、昨日も内田選手一番本数多かったですからね。内定選手なんですが、昨日55本打ったんですね。そうですよね、すごく頑張ってました。さあこの平行、これが JT の持ち味、あの速さですよね。あれにはなかなか2枚ついていくのは難しいですからね。はい、なんとか2枚ついていこうというところだったんですが、抜かれてしまいました。キャプテン高木のサーブです。高橋、秋山、ちょっと近い、松崎打っていった、押し合い、松崎ワンハンドで上げて、また松崎がオープンで打つ、決まった。いいコースですね、長いコースっていうのはなかなか取りづらいですからね、はい、センタープレイヤーですが、このようにレフトのオープンから打ちます。ですからこの時はセンターがいないわけですね。そうですね、なので逆に難しいローテーションでもありますよね。高木のサーブレシーブ、さあケニーのバックアタック、ブロック、 NEC 逆転。今の1点大きいですね。ここから波に乗りたいですね NEC。 高橋が1枚でシャットアウトしました。さあ NEC がこの辺りで抜け出していけるかどうか。内田のサーブ、高木を狙う、竹下アンダーで上げるしかない、谷口決まらない、よく見てました。うまいですね。この辺りは非常に視野の広いプレーです。高橋 NEC 2点リード。本当にコートの四隅までよく見えてますね。そうですね、そこ平行でプッシュでフェイント行かなきゃチームのためだ。拾うんだよ、チームのために足動かさないといけないんだよ。リードしている、ここから乗っていこうと吉川監督、かなり熱い意識ですね。そうですね、かなり熱いですね。もう一回もう一回、さあ JT の方としては序盤がいい流れできて逆転されました。内田が下がっています。内田のサーブが続く形になります。
狙い目は高木、これは NEC にワンタッチはありません。あ、ありましたね、ありました。 NEC にワンタッチがあってポイント JT です。蓬莱のサーブ、松崎はこれは真ん中からいきます。そして高橋レフトからケニー、竹下何とか上げた、あー、押し合いはポイント NEC です。ここもレフトから高橋、ライトから松崎、ともにオープンという形です。そうですね、やっぱり相手はそうなるとブロックつきやすくなってしまうので、やっぱりスパイカーの技量が試されますよね。さあここで NEC は選手交代でレシーバーで入ります。中村ピンチサーバーです。高木を狙う、この平行は決まらない。さあ NEC チャンス、ライトから高橋はアウトです。いい繰り返しになるかと思われましたがちょっとアウト。谷口に変えてインデンをピンチサーバーに起用します。三重県の津商業出身。ブロックがついた、さあブロックが出ました。 JP のブロックは初めてです。富田の竹下ですかね。そうですね、さあインデンのサーブが続く、いいサーブです。しかし綺麗に返って高橋、またブロックついている。高木の2段トス、そしてケニー、ワンタッチはありません。ケニーはなんとかブロックに当てて出そうというところだったんですが、さあ16点目に達した NEC です。今のプレー狙ってましたけどね。ただこの選手は強打するだけでなくて非常に視野も広いですし、いろんなことができますね。そうですね、オールラウンドなプレイヤーですよね。去年ケニー選手に対して下見せやとどんな対策を立ててたんですか。もうかなりやっぱりバックアタックがフォワードで打ってるんじゃないかっていうぐらいすごいので、とにかく前だけではなくバックからのスパイクをかなり対策してました。フォワードよりもむしろバックが怖いですね。そうですね。まだ今日はそこまでの破壊力が出ていない感じもありますが。そうですね。まだちょっとケニー選手に持っていくマネーがちょっと崩れてますね。NEC としては逆にこの形のままこうケニーを黙らせておきたいと言いますかね。そうですね。個人のバックアタック決定率はもう断然トップのケニーですからね。そうですよね。すごいパワーですからね、はい、さあまだこのセットどちらの流れというところまではいきません。秋山が下がってフォワードが高くなりました NEC です。あーインデンがサーブ取れません。サーポイント、さあ今度はここに来て NEC 秋山のサーポイント。ここでインデンに変えてまた谷口を戻しました寺回り監督です。 JT はまだ竹下がフォワード、高木を狙う、竹下上げてライトからよく上げている、アンダーで上げてさあつなぐ高橋、谷口のレシーブ、竹下のアンダーで上げてケニー強烈、来ましたね、来ましたね、やはりここ一発。あー、これは有田の外側を抜いていきました。いいコースですね。さあ JT も竹下が下がって高木が前に上がりました。さあ崩れた、ケニーに取らせて竹下は真ん中を使う、決まりました。新人の坂下、本来はアウトサイドの選手で、まあ、言ってみれば急増のセンターなんですが、そうですよね、よくやってますね。本当によくやってますね。今年1年目なのにもうしっかりやってますね。主力ですもんね、はい、レフトから有田、菅山が上げて
これはつなぐか、足でいく、なんとか足でいこうというケニーですがコントロールできませんでした。今はバレーボールは全身どこで上げても OK です。はい、高橋のサーブ、高木を徹底して狙っています。そしてその高木、さあつないでつないだ、しかしチャンスは JT です。どこかバカタクじゃん、ブロックにかけている、有田が上げて内田突っ込んだ、内田決めました。有田は去年が序盤セッターもやってましたんでね。そうですね、セッターもできるし打てるし、何でもできる選手ですね。そしてこの内定選手の内田が決めました。さあ2点差がつきました。高橋のサーブ、また高木を狙う、崩れた、上げています。さあ有田がちょっとかぶり気味に打った、竹下上げる、高木決まった。さあ白熱してきました、離されないという JT。 NEC はやっぱり高木選手徹底して狙ってきます ね、 ますね。負けるかというスパイクでしたね今は、はい、坂下が下がります。そして蓬莱が上がってきました。高さが出ます、JT 3ポイント。さあまた大きなサーブポイントですね。そうですね、今の1点ここは波に乗れるかですね JT。 さあこの1点を取った方が20点に達します。センターか、いやレフト、内田にブロックがつきました。内田にまた2枚揃った、ブロックポイント、サーブポイントに続いてブロックポイント。ああこれはストレートに張ってた高木が止めました、ね、高木選手ですね、はい、やっぱり昨日負けたのをね覆そうと、そういう意志というか強いね気持ちが伺えますね。サーブでは徹底的に狙われている高木ですけども、はい、NEC の戦略として一人を徹底して狙うという戦略があるんですけども、私も相当狙われてました。やっぱりもうプレッシャーになるんですけども、その分高木選手負けてませんね。アタックの決定率が去年に比べるとこれだけ改善されてるんですね。すごい努力ですよね、まあ、そのキャプテンのプレッシャーというのも去年はあったでしょうし、外から解放されて非常に成長したと寺回監督も名前を挙げています。すごく成長してますね。さあ先に20点に乗せた JT、 坂下のサーブが続きます。狙いは高橋、これは綺麗に返る、速攻杉山切りました。まだまだこのセットは分かりません。中村がフォワードのローテーションになったところでまた松崎を入れて、そしてここでブロッカーとして高崎を入れてきました。ここは一つブロックにかけようというところですね。ブロックにかけようとしてますね、はい、あ大きくなった、ダイレクト、サーブポイントと言ってもいいような形です。今度は寺回り監督 JT がタイムアウトを要求しました。さあこの先あと3点4点というところですけども、ここから先はやっぱり1本のミスが致命的になるので、はい、どちらかミスを少なくミスを取ってくるかですね。最後に大きく一声高崎という名前が聞こえましたけれども、あもう一本止めてこいというようなところでしょうか ね、 うね。さあ抜け出せればこのポイント取れば NEC は大きなポイント。キャプテン杉山のサーブです。徹底的に狙っているのは高木、しかしここは谷口に行った、ちょっと短い高木のアタック、あここはうまく打ちました。どこを抜いてますかね、離されません JT。 そしてケニーがバックに下がります。いいサーブです、ライト有田、これは角度のあるクロス、
今ブロックが1枚半になってましたね。あ、もうセンターの放来が間に合ってませんね。そうですね、こういう攻撃をどんどんしていってほしいですね。はい、有田のサーブ、高木をまた狙った速攻。さあセンターが効いてきますとまたサイドも効いてくるという形になりますね。どんどんセンターの本数をやっぱり増やせてほしいですよね。さあここで加藤を入れて今度は JT がブロック勝負に出てきました。高木のサーブは高橋を狙う、そして真っ先のアタックブロック。 JT のこのブロック先日当たりました。さあ JT 逆転。こちらが戻ります。はい、さあここは本当に両チームにとって勝負の1点です。高木のサーブは奥を狙って成田が取る、ちょっと大きい、押し込みました。 JT セットポイント20点台の競り合いから、さあこのまま取るかあるいは粘るか NEC。 高木のサーブまた成田を狙う、今度は綺麗に返りました。真っ先、加藤を上げられません。さあここで竹下をまたコートに戻しました。この1点集中ですね。 JT はサーブレシーブがきっちり入ればというところです。ここは秋山に変えて大貫を入れます。セッターもちろん高さも期待という場面です。さあまずはこの内田のサーブで崩せるのかどうか。さあ入りました、そしてケニーにかける、決まった。あ、最後はやはりケニーのバックアタック。第1セット25対23、 JT マーベラスが取りました。共に流れをつかむチャンスがあったセットだと思いましたが、そうですね、やっぱり立ち上がり JT がサーブで攻めましたよね。ちょっと NEC がサーブレシーブ崩れてしまったのが大きかったことと、あと1本あそこで高橋選手がブロック、はい、ケニー選手したので、ちょっと NEC の流れが変わるかなと思ったんですけども、やっぱり最初に取られたその点数っていうのが後に響いてしまったっていう形ですね。あとは20点台になってからサーブポイント、ブロックポイントと立て続けに JT に出ましたね。そうですね、やはりサーブレシーブがポイントになってきますよね。コンビネーションがその使えなくなった方がやはり負けに近づいてしまうという形の両チームです。さあ JT が最後はケニーのバックアタック、それほど今日は本数が多いわけではありませんけれども決めてきました。これです、バックライトから、これはシャットアウトしたんですね。そうですね、この1本で流れ変わるかなと思ったんですけどもね、やはりサーブレシーブ、それが今日一番のキーポイントかなと思いますね。今日は9本打って4本です。まあ、ただその数字以上にですね、常にこの意識せざるを得ない存在というところがありますね。そうですね、やはりケニー選手を抜かしてブロックつくことはできないので、その分やっぱり前の選手もブロックが甘くなってしまうというのはありますよね。このケニーがですから要所要所でその闘志を見せて引っ張ったこの第一セットということもできますが、これ、まあ、あの結果的には上がらないんですけども足で上げようという ね、投手も見せました。気持ちがすごいですね。NEC としましてはその流れをつかんだ中では内田のアタックというのも一つあったと思います。そうですね、彼女はもう抜くし、はい、ブロックアウトもするし何でもできる選手なので、はい、やっぱりここっていう時に上がってきますよね。
この内田のアタックを JT のブロックが吸い込んでしまうというシーンがね、はい、目につきましたが、これやっぱりあの独特のリズムがあってつきづらいんでしょうか。そうですね、彼女まっすぐというよりはちょっと変則な感じのリズムなので、やはり JT のブロックが緩んでいるときにちょうど手に当たるという感じでしたね、はい、しかし最後に決めたのはやはり JT ケニーというところで、勝負どころにはやっぱりこの人に回って切ってきたという形になりました、ね、今日高木選手も頑張ってますよね、はい、キレがいいですね。徹底的にサーブでは NEC は高木を狙ってくる、はい、でそれに負けないで崩れそうになりながら、そうですね、去年だとちょっとやっぱり崩れてしまう場面が多かったんですけども、はい、今年はなかなか崩れないですね彼女、さあ第1セットはどちらに転んでもおかしくない展開でしたが、取ったのは JT。 第2セットです。スターティングのメンバーはどちらも変わりませんね。ローテーションも同じです。高橋のサーブから始まる MEC です。さあ第2セット、高橋のサーブ、また高木を狙います。バックセンター、高木を狙いましたが崩れませんでした。黒坂さん、はい、先に第1セットを捉えた NEC なんですが、自分たちの形になれば点が取れるんだから、まずはサーブレシーブしっかりしなさいということで、そのフォーメーションを確認してましたね。あっと、しかしここでフォーメーションを確認したという若槻アナウンサーのリポートが、まだ終わらないうちにサーブポイントが出てしまいました。そうですね、ちょっとあそこの場所に落ちるのが多いですね。ここは成田と高橋で拾おうというところなんですが、成田、秋山、そして杉山の速攻は合いません。丁寧に上げて谷口、ライトから高木、入っていました。成田です。内田、竹下、アタックラインの上から上げてケニー、ブロックはシャットアウト。さあケニーのアタックをこの序盤で止めましたね。杉山ですね、杉山選手ですね、はい、高いですからね、杉山選手のブロック、はい、その杉山が下がります。今度は谷口狙い、高木、オーバーで上げた秋山、そして有田が上げて内田、ああなんとかつなぎました。チャンスボール NEC、 ライトから有田、ブロックを弾き飛ばしました。杉山選手よく拾いましたけど ねさあいい切り返しがあって2対2、同点の出だしです。また谷口に取らせました。高木、ここは速いケースを打っていきました。いいリズムですね。やっぱりサーブレシーブが竹下選手に入ると、はい、竹下選手の巧みなトスワークで、ああいうプレーができるので、やっぱりサーブレシーブをそこまで返してほしいですね。今も映像でお分かりの通り1枚半になってましたね、はい、ブロック。ああギリギリ、ケニーは常にこのギリギリを狙ってきます。有田が下がって、ここからはセッター秋山がフォワード、したがって打てるアタッカーは2枚という NEC です。ああ速攻、今日センターいいですね、どんどん使ってきますね。センターが使えれば両サイドの平行も生きてきます。なかなかあの攻撃で放題が目立つっていう場面が今シーズンあまりなかったんですけど、そうですね、本数的にもすごく少ないですからね、伸びてくる、これは長すぎました。キャプテン高木のサーブはサービス。さあこれで両チームともセッターがフォワードに上がって2枚という状況になりますが、センターのある JT 両オープンという NEC です。ライトから行った、谷口選手もやはり竹下選手すごく信頼していると思いますのでね、決めてくれますね。やっぱり逆転 JT、
さあどちらのオープンか、レフトです。竹下走る、ダイレクト松崎、ここは苦しいローテーションを早く回しました NEC です。松崎が下がります。杉山が前に上がってきました。菅山のレシーブ、そしてライトからブロックに当てて繋いでいます。高橋、あ、そして杉山ブロード、ブロックか、坂下手には当てましたがブロックアウト。タイミングあったんですけどね、いわゆるこのワンレッグ、はい、杉山選手のワンレッグは本当に速いですからね、たまに球が本当に見えないですからね。長いサーブ、サーブでなんとか攻めたいという松崎でしたが、ここはミスになって同点です。谷口下がってケニーが前、さあブロックはここは高い、しかしここは高橋の技です。吉川監督が言ってましたが、うちにはずるい選手がいますから、はい、なぜならば彼女たちはコートの中に向かってアタックを打ちませんという話をしていましたね。得意ですからね、あの早いですね。あ、高いあのトスを打つイメージのあるケニーですが、今早かったですね。珍しいですね、この攻撃。高くて速いとしておけばいいんでしょうかね。これは決まりますね。一つまたバリエーションが出てきたんでしょうか。ライトから有田、あ、素早いもよく拾ったな、これはアウトになりました。この有田選手もね、反応は素晴らしいものがあります。はい、膝を怪我して、本当にここまでよくまた戻ってきたと思うので、ね、はい、頑張ってほしいですね。あとは誰が追加で頑張るので有田はあの膝の靭帯断裂というお怪我をしました ね、 本当に絶頂の時期に彼女もそういう怪我にあったんだね。はい、今日はこのライトの有田が NEC の中ではベストスコアラーということになるわけですね。すごくいいコースに打てますよね。はい、高橋4本、松崎センターと出ていますが、これは打つ位置はもうほとんどアウトサイドで考えて差し支えないです。したがって NEC は今日はもうアウトサイドの攻め中心になっています。これ守る方としてはどう考えますか。そうですね、やっぱりセンターがないということで、はい、やっぱり JT 的にもブロックがつきやすいと思うんですね。でもそのブロックアウトを狙ってきてますよね、やっぱり NEC は。揃った時にどうしのんかという技術が NEC にはあるわけですね。そうですね、ローテーション一周しました。高橋のサードに戻ります。ネットイン、高木に取らせました。速攻上げている、あ、ブロック、ケニー選手ですかね。そうですね、高いですね。同点に追いつきました。坂下が下がります。どうぞ。ロスカさん、先ほどのタイムアウト JT はですね、高木にブロックの入り方入念に確認してました。はい、竹下が上げる、宝来の速攻入ってます。高木上げて、あ、これは返すだけになった、ちょっと長かった。さあチャンス NEC、内田ブロックアウト。高木にそのブロックの入り方を指示を与える、どんなことが考えられますか。そうですね、やっぱりあのサイドサイドと来ているので、もう少しあのサイド気味に寄ってっていうことじゃないですかね。あ、なるほど。ケニーです、高い高い、追いつきました。まあ、高いというよりはこれはまあ高さもありますが、コースが素晴らしいですね。そうですね、内田の外を抜いていきました。内田、あ、手に取れません。お、しかしこの内田の打数が非常に多い。そうですね、 NEC やっとあのサービスが帰ってきて、はい、あのリズムになるとやっぱりいいですよね、波に乗れますよね。ただその中でも今日の NEC はアウトサイドの攻撃が多い。お、速攻です。ですからそのアウトサイドの勝負でどう勝つかというところが JT の一つのポイントにはなってくると思います。
高木のサーブ、成田、これは短くなってしまった。真っ先思い切って打てないが、タイミングが合いません。ちょっとケニーがびっくりしたように手を出しました。そうですね、意外とこの自分のところに来ないと思っていて来てしまう。そうですね、どこから抜けてきたのかわからないっていうのが多いですよね。さあまた NEC のチャンスになります。高橋、うまい、まい、左足首の状態は万全ではありません。そうですね、ちょっと心配ですけどもね、高橋選手のブロックアウトというのはもう指1本のレベルで当ててきますからね、こうした技術でポイントを稼いでいます。2点リード NEC、 内田が下がりました。成田の2段トス、速いトス、ケニーバックアタック、うわ、成田はコースに入ったんですが入るのが精一杯。すごいパワーですよ ね。何かどうですか、ちょっとエンジンがかかってきた感じがありますか。そうですね、徐々にこう雰囲気も良くなってきてますよね。はい、こちらのサーブレシーブちょっと長い、真ん中から坂下、新人坂下打ちました。去年のユニバーシアード代表のセンターです。向川女子大学出身、ですから NEC の秋山、内田ともにユニバーシアード代表ですから、そのユニバーシアード仲間が今こうして戦ってるわけですね。そうですね、頑張ってますよね、はい、3人とも。さあチャンス、これは合わない。またここは高橋の技、決して強打しているわけではありません。逆にああいうボールの方が取りにくいんですよね。竹下の上を狙って人のいないところに行きました。また NEC が一歩リード、高木が取る、またケニーのバックアタック、ネットを越えません。ケニーはどうでしょうか、ライトサイドからのアタックの方が得意でしょうか。そうですね、ライトサイドからの方が彼女は得意だと思いますね。ですからレフトポジションには入れてますが、ライトから打つ回数を増やすようにサービスのオーダーを組んでいますが、高木が上げる、ブロックにかけた、さあ E1 タッチを取ってつないでいく、高橋ストレート、素晴らしいコース、見事な切り返しでした。ここは JT、 ここは竹下の上ですね。そうですね、本当にこのどこを抜けばいいのか非常によく見ています。簡単なことをイメージして一気にやっていこう。まずダイレクトからサーブキープするよ。昨日も記者会見の途中でちょっと状態が良くないので、あえて失礼させたいんですがというような吉川監督の言葉もあって、まあ、それだけにですね、状態の、まあ、ベストでない状態というのは感じられた高橋なんですが、そうですね、やっぱりちょっと痛いと思うんですけども、NEC の勝利のためにやっぱり頑張りたいという気持ち伝わりますよね。さあ NEC が3点差をつけてこのセットは抜け出しかけていますが、また高木を狙った、4点リードでテクニカルタイムアウト、狙われています。これ狙われて、で例えばサーブポイントを奪われたりしますと、こう心理的にどんな影響があるんですか。やっぱり次にもう一回狙ってくるとは分かってるんですけども、やはりちょっと引いてしまうんですよね。そこでもう悔しいという気持ちで向かっていくか折れてしまうか、去年の高木選手だったら多分折れてしまうと思うんですけども、今年は大丈夫だと思いますね。あとは狙われることによって攻撃への影響というのはどうですか。そうですね、やっぱりサーブレシーブがダメなことによってスパイクも弱気になってしまうということがやっぱり出てきますよね。レシーブはレシーブ、攻撃は攻撃ってわけにはいかないんですね。というわけじゃないですね、やっぱり。さあ狙われてます、キャプテン狙われて、ここをどうしのぎますか。逆に NEC としてはここは一気に走っていくチャンスですね。そうですね、今がチャンスですね、NEC。
松崎下がりました。また高木、ちょっと短くなって速い平行遅れがブロック。ここもサーブレシーブが乱れて竹下は速い平行ちょっと後ろ気味から送っていきましたが、そうですね、こう崩れた時はやっぱりフォローが大事ですからね。杉山が今ストレートに飛びましたね。そうですね、5連続ポイント。さあ抜け出すか、ネットイン、あこれも乱れた。さあワンタッチ、いいワンタッチ上げて高橋、高橋拾った、高下押し込む、もう一回高橋か、いや杉山のブロード、なんとか取った平行、高橋ブロックアウト、6連続ポイント。さあらしさが出てきました。依然アウトサイド中心ではあるんですが、そうですね、ずいぶんスピードが乗ってきましたね。そうですね、高橋選手もどんどん決めてきますし、やはりここで連続ポイント取られたのがやっぱり JT は厳しいですよね。ここで1本決めたいですね。12対12から6連続ポイントです。でもやっぱり連続ポイントっていうのは雰囲気も悪くなってしまうので、なかなかここ抜け出すのは難しいですけれども、やはり選手の中でコミュニケーションを取って1本来てほしいですね。広坂さん、はい、JT ですがサーブレシーブが崩れた後もしっかりフォローしなさいという話がありました。で先ほど一度呼吸が合わない時があったんですが、高木選手とケニー選手が話をしてですね、そのレシーブの仕方を確認していました。若月アナウンサーのリポートが入りました。また高木を狙います。徹底して高木、今度はライトから谷口が切りました。はい、困った時は谷口選手に上げてきますね。5点差あります。谷口下がってケニーがフォワードに上がった。 JT ちょっと短い、高木が上げてケニーが呼んでいる。あーよく見えてます。ぽっかりあのコートの真ん中が空きましたね。よく見てましたね。やはりあのケニーに上がると強打に備えてある程度下がるんですね。そうですね、下がるのでちょっと真ん中が空きますからね。成田を狙った、杉山のブロード抑えられません。ケニーもなんとかつこうというところなんですが、そうですね、早くてつけないんですよ ね。秋山が下がります。有田が上がってきました。今日 NEC で一番点を取っているのは有田です。あ、崩れた、秋山上げる、高橋ブロックアウト。ブロックにつくと何かこの JT のブロッカーは高橋にいいように使われている印象があります。そうですね、うまいですよね。これも上げています。あった、ここは秋山ダブルコンタクトを取られてしまいました。しかし NEC は20点に乗せています。このセット竹下のサーブ、内田、有田、当てましたが、ブロックには当てましたがそのままアウト。またここで高崎を入れて高さを出してきました吉川監督です。6点リード NEC。 あーこれも長い、乱れました。高木徹底して狙います NEC。 いやーこれはこう見ているだけでもこの高木の気分の悪さっていうのがね。そうですね、徹底して狙ってきますからね NEC は。7点差になりました。これは大きな差になりました。サービス、ここはもう思い切って打っていっていい場面です。高木に代わってインドンを入れました。坂下のサーブ、成田を狙いました。1人時間差、あブロックがつきました。
杉山が一人時間差を見せましたがヒットについていきました。あそこもやっぱりフォローが大事ですよね。どちらもいわゆるボールの上がった先を見て飛ぶリードブロックを取っていますが、はい、あのタイミングに合わせて飛んでしまいがちなんですがよく我慢しましたね。そうですね、よく我慢しましたよね。あー、これは長い。23対17になりました。杉山が下がって松崎が上がってきました。 NEC 速攻、秋山入っている、有田が上げて、あーブロックアウト。その一番までがそのコートの中ではなくて、はい、手を狙ったりコートの外を狙っていったりというようなプレーも見せています。セットポイント、ここはケミーのアタックで切ってきました。しかしまだ6点の差があります。 NEC はセットポイントを迎えています。内田を狙いました。ライトへ、インゲンはいません。有田押し込む、空いていた。25点目も有田。第2セットは25対18、 NEC が中盤以降一気に流れに乗りました。これでセットカウントが1対1となっています。さあ、それでは第2セットが終わりました。ここで BS ニュースをお伝えいたします。ではお伝えします。南米7カ国が共同で新しい地域銀行の設立に合意したのに続いて、急進的な反米の立場を取るベネズエラなど中南米の4カ国も地域銀行を設立することになりました。急進的な反米の立場で知られるベネズエラ、キューバ、ボリビア、ニカラグアの4カ国の大統領らはベネズエラの首都カラカスで国際会議を開き、2ヶ月以内に新しい地域銀行を設置することで合意しました。銀行はカラカスに本部が置かれ、各国が最大で15億ドル、日本円でおよそ1600億円を出資し、農業や天然資源の開発などあらゆる分野で公共性が高いと判断されるプロジェクトに融資を行うとしています。中南米諸国の間には IMF 国際通貨基金や世界銀行など国際金融機関が欧米の利益を優先しているという不信感があり、先月ブラジルなど南米7カ国が地域銀行を設立したばかりで、アメリカ主導といわれる既存の金融機関からの脱却を目指す動きが強まっています。では次のニュースです。金沢市の湯涌温泉に復活させた氷室と呼ばれる小屋の中に雪を運び込む作業、仕込みが行われました。江戸時代、加賀藩は雪を氷室の中で夏まで保存し、将軍家へ献上していました。今年は雪が15センチほどしか積もらず、近くの山から持ってきた雪も足して、小屋の穴の中に手やシャベルで雪を運び入れました。いっぱい入れた。楽しかった。山賊鍋いかがですか。作業が終わると鹿や熊の肉とごぼう、里芋などを味噌で煮込んだ山賊汁が観光客らに振る舞われました。保存した雪は6月末に取り出されて幼稚園などに配られます。 BS ニュースをお伝えしました。県関市の総合体育館若草プラザで行われています V プレミアリーグ女子の大会です。 NEC と JT のゲーム、共に6勝6敗で今日を迎えました。第1セット JT、 第2セットは NEC が取って、これから第3セットを迎えるところです。落合麻里さんの解説でお伝えしております。落合さん、まあ、競り合いで第1セットを落とした NEC ですが、第2セットは中盤以降一気に走りましたね。そうですね、やっぱりあそこで6連続ポイント12対12からですね。そうですね、 NEC が取ったっていうのがやっぱり大きいと思いますね。やっぱり連続失点になるとチームの雰囲気もどんどん悪くなってしまって、はい、コートでも話すことがだんだん少なくなってしまうんですよね。やっぱりそれをするとどん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 行ってしまうので、
っぱり連続失点だけは避けたいですよね。なぜそこで6連続ポイント取れましたか NEC は。そうですね、サーブも良かったんですけども、やっぱりチャンスのボールをしっかりと NEC が決め切ってたとい う, そこがやっぱり大きいポイントだと思いますね。このところチャンスボールになってもなかなかそれをうまくつなげていけないというところがありましたね。今日はそこは第2セットは改善してきました。さあ一方 JT は第2セットはもう中盤以降は走られてしまいましたが、どんなところ見直していきましょう。そうですね、スタートはいいんですけども、やはり中盤にどうしてもドタバタしてしまうという場面が多いので、やっぱり出だしもしっかり集中して、やっぱり最後まで集中力を切らさないことが大事ですね。JT はこの第3セットは高木に変えてインデンをスタートで起用しましたね。そうですね、昨年もインデン選手よく出てましたからね。レシーブは非常に変われているインデンです。竹下のサーブ、ローテーションはどちらも変わっていません。まず速攻できました。さあ今日はサイドアタックの非常に目立つ NEC ですが、まず1本目はセンターで切ってきました。高橋のサーブ、菅山を狙いました。ケニーです、ロックアウト。やはり綺麗にセッターに帰りますといろいろな攻撃が使える形になって、そうですね、もう本当に竹下選手トス本当に打ちやすいですからね。坂下のサーブ、インデンです。リバウンドを取りました、うまく取りました。そしてセンター、あブロックがついている。さあ NEC は下がってチャンスボールに備えます。ホイノを決め切ってきました第2セット。さあここはどうか、もったいない。今よく JT フォロー入りましたよね。ブロックされてもいいんですよね、そこからまたフォローして切り返せば、はい、チャンスボールをチャンスにすることができませんでした NEC です。JT がその前によくつなぎました。崩れた、有田アウト。さあ3対1センターの坂下のサーブが続きます。 NEC は今速攻はある形ですがアウト。今日はちょっと長いサーブでアウトになってしまうのが多いですね。まあ、その分ちょうど真ん中あたりのエンドゾーンあたり、そうです ね、ここにもう際どいところでやっと狙ってきてますね。インデン後ろから来ましたがブロックがいました。さあ追いつきました。杉山のサーブを狙いは前、NEC のチャンス、内田シャットアウト。今日はこの内田のアタックを吸い込んでしまうことが多かった JT のブロックですが、このタイミング見てみましょう。すごい手が高い2人ですよね。上からかぶさってきました。ケニーが下がります、入っている。高橋がそれはないよというアピールをしていますが、ケニーのこの表情、ちょっとこの選手のブラインドになりますが、ラインズマンは入っているという指示でした。ライトから有田、なかなかこの有田が止まりません。有田選手いろんな場所にうまく打ってきてますね。アタックラインのあたりに落ちるクロスも打ってきますし、それからストレートにも打ってきます。その有田が下がってサーブ、菅山のレシーブ、速攻。蓬莱が今日は要所で切っています。少し短いところからでも竹下選手使ってきてますよね。短いというのはサーブレシーブが短くなって自分にぴったり入らない時というところですね。それでも蓬莱選手を使ってますね。はい、インデンのサーブ、これは綺麗に返りました内田。しかしこの内田が今日もどれぐらい打ってますかね。もう15本ですか、打数があります。
本当によく打ってますよね。それだけボールが回ってくる信頼もあるということですよね。そうですね。インデンのレシーバー長い。さあ NEC チャンス。高橋この辺りよくフォローしています。成田の2段うまいとした。あしかしこれはアウト。成田高橋という、かつての NEC のホットラインといえばいいんでしょうか。そうですね、しかしこういう難しいトスですがね。声を上げます成田です。去年成田選手とね、はい、一緒に落合さんプレーなさいましたけども。そうですね、本当に成田選手はコートの中でも司令塔的な、はい、本当にいろんなアドバイスをみんなにしているので、すごく重要な選手ですよね。例えばどんな指示を出すんですか。そうですね、もうやはり私も本当に焦ってしまうタイプで、もう試合中てんてこまになってしまうんですけども、いつももうアドバイスをくれてサポートしてくれてました。うん、高橋のアタックがアウトになりました。でその高橋がリベロの位置に、はい、高橋じゃないですね、成田が、リベロの位置に入っている NEC、その一番後ろからそのコート全体を見ているという感じがよくわかりますよね。そうですね、スパイカーの打っていけばいいポイントとか、はい、本当に細かいところまで見ているので、やっぱりそういうのをやっている選手本人がなかなか熱くなってしまって、見れてないので、やっぱりそういう冷静な指示っていうのは本当に助かりますよね。ここに打てば入るよ。そうですね、相手のアタックここに来るからブロックここに来る、ね、そうですね、はい、ストレート空いてる、真ん中が空いてる、全部教えてもらいましたからね。でやっぱりその通りにしてそこに決まるんですか。そうですね、本当に決まりますね。貴重なその経験というものもあります。ただここは JT が8対5として第3セットリードして1回目のテクニカルタイムアウトが終わりました。蓬莱のサーブです。内田を狙いました。短くなりました。またサイドに持っていく。ブロックがつきます。さあブロックはまた待っている。あっとちょっと連携が合わない。ケニーはどこに返す。成田のところに返しました。そしてライトから松崎です。竹下走がアンダーで上げてちょっと交錯した。松崎ケニー上げた。竹下アンダーで持っていった。いいトスになった。決まった。アンダーで上げた竹下、いいトスが行きました。竹下選手あそこからよく1本目バックまで走ってきましたよね。アタックラインよりも後ろから上げてるんですよね、今。もう本当にそういう正確性でいうと的というよりも、ポイントでくるので本当にアタッカーは打ちやすいですよね。その辺ではなくてそこに来るという感じですか。ここ必ずここ。もう本当やっぱりバレーに対する姿勢も選手にはすごい刺激を受ける部分が多いですよね。ここから上げてるんです。はあ、そうなんです。ここから難しいです。ここですね。そのセッターとしては小型であるということももちろん言われるんですが、この正確性それ以上にもう本当にあそこまで正確にできるのはなかなかいないですから ね。身長投稿よりもすごいですよね。強打に対するレシーブなどの反応もものすごい運動神経なんだなというだけあります。さあまた押し込んだ。4連続ポイント。坂さん、はい、NEC ですが先ほどのタイムアウトはですね、成田が中心になって一人一人にしっかりつないでいこうという声をかけてましたね。それから有田とそれから内田のアタッカー陣に対してはですね、はい、自分たちのタイミングでしっかり呼び込めという声が出ていました。なるほど。さあこの間にもブロックが決まって JT6 ポイントリード。落合さん、呼び込めということは、ボールが崩れている時も、自分のところに開けてきて大丈夫だという声を絶対に使えるということですね。ダイレクト。これはアウト。つまり弱気になると呼べなくなってきますね。そうですね。なので強気でどんどん打っていけというそういうことも
兼ねてると思いますね。その内定選手でそういう状態になった選手に対してその思い切って呼び込めっていうのも、ね、結構大変な指示かとは思うんですが、そうです。でもその一言で本当に思い切り吹っ切れるというか、ええ、強気になれるので、やっぱりそういうコメントは、ね、ありがたいですよね。あ、なるほど。ケニーが切って12対6です。谷口、これは秋山にとってはきついボールが返ってきてしまいました。 NEC がここでタイムアウトを取ります。13対6、 GT が走り始めました。下を向くな、そうですね、目を見て話せ、強気でいけという指示ですね。こういう状況を打開していくには、まあ、気持ちというのもね、一つ大きな要素ではあります。7点差がつきました。谷口のサーブ、ここは杉山のブロード上げています。さあ今度は谷口が上げる。ケニー、有田のレシーブ、そして高橋、さあフォローにしっかり入りました。竹下上げた、ケニー、杉山またブロード、今度はストレートに打っていきました。ここはもう完全に秋山がトスでブロックを振りました。その秋山のサーブ、前に落としてきた。竹下もタンダーで上げる。ケニー、ブロック、シャットアウト。さあ、ブロックが出ました。杉山のブロード、杉山のブロックときました。高いですね。高いですね。オリンピック最終予選を控えたセンター、全日本センター、ここで効いてきました。JT に反則がありました。さあ4ポイント差まで NEC が追ってきたところで、今度は JT 寺回監督がタイムアウトを要求しました。このセットが始まる前に落合さんおっしゃいました、 JT の入り方がいい、途中で崩れてくるところが、何かこの大きなリードから今もちょっとそういう状態じゃありませんか。そうですね、このやっぱり中盤ですよね。ここ坂下選手あたりがやっぱり決まった時に結構走って喜んでますよね。ああいうのをもっとどん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 やってチームの雰囲気を良くしてほしいですね。今その坂下はフォワードのセンターの位置にいますが、サーブミス。このよくですね、敵がタイムアウトを取った後サーブをミスするなと言いますね。これは監督のあれですよね、やっぱりタイムアウトを取る意味でもありますからね。安心、つまり敵がタイムアウトを取った後のサーブをミスするということは相手の作戦が当たったということになるわけですね。そうですね、もう作戦にはまってしまったということになりますね。はい、菅山のレシーブです。さあ坂下、ワンタッチをアピールする JP ですが、アウト、アウトです。強気できましたけどね。3点差になりました。さあ NEC 迫る。高橋のサーブはどこを狙いますか。菅山を狙いました。ケニーです、上がった。さあなんとか上げた内田、そしてトスで返す。もう一回ケニー、ブロックがついています。さあ NEC はケニーに備える、また上げた。しかし弾き飛ばした。 NEC のブロックはケニーに備えてもう寄ってましたけれども、寄ってましたね。ブロックはもう完成はしてましたが、秋山の上ですか。そうですね、秋山じゃないですね、内田の上ですかね。先ほどのタイムアウトでですね、このケニーはベンチのスタッフに相手のブロックがどう飛んでるかっていうのを確認してましたね。
ここは杉山が切りました。今日は杉山選手決まってますね。ようやくその NEC の本来の形といいますかね。そうですね、杉山選手を使えるところまで持っていけてるっていうことですよね。レシーブが、さあこれを綺麗に返りました。平行、この竹下のところにしっかり返ってレフトの平行はなかなか止まっていません。そうですね、今日の朝の練習でも NEC それをだいぶ練習してましたからね。16対12になります。その竹下のトスの平行の速さというのはやっぱりボールのスピード自体も相当速いんですか。そうですね、もう飛んでくる速さ、それから高さが本当にこう速いんですよね。なのでやはり NEC のブロックが一番半になってしまうという、そういう場面が多くなってしまうので、やはり朝も NEC 最初にちょっとレフトに寄っておいてからケニー選手はちょっと高いので、それからケニー選手を飛びに行くというそういう作戦を取っていたように見えますね。なるほど、まずレフトに2枚準備して、はい、ケニー選手に対するトスは高いからセンターが寄っていく時間はあるわけですね。そうですね、なんとかケニー選手にはトスが上がっている間にセンターが追いつきましょう。そうですね、16対12です。ケニーは下がりました。谷口が上がってきています。ですからここはケニーのバックアタックもあり、谷口のレフト平行もあり、そして蓬莱のクイックもあり。有田です。さあ竹下きっちり入っていました。ケニーの2段トスちょっと低い、乱れた。さあいい形になった、決まった。ライトから高木、さあ JT がまた5点差まで押し戻しました。ケニーのサーブ奥を狙いました。有田真っ先押し込む、足で上げる、おお帰りました。ブロック、ケニーが足でつないで最後はブロックで仕留めました。素晴らしいファインプレーですね。やっぱりこういうファインプレーというのはチームすごく盛り上がりますから ねいいと思いますよね。いやーしかしよく返しました ねサッカーのゴールキーパーに欲しいぐらいですね足も上手いです ねショット長いか、打ち切った。ネットギリギリに帰ってきました。 NEC レトロダッツ10番秋山に代わり3番大貫になります。ここで秋山に変えてまた大貫を起用しました。ベテランセッター35歳、高木をまた狙ってきます。ちょっと見合ってしまった。蓬莱のアタックアウト。こういう乱れを誘いました。高木がコートに戻ってまたターゲットがどうやら高木になっています。あー谷口ちょっとかぶった。あーケニー走いた。さあ連続ポイントに入し、また3点差に迫りました。まだここからわからないですね。一旦はまた中盤5ポイント差まで開いたゲームですが、ここでまた JT タイムアウト。まさにこの流れが行ったり来たりする、よくバレーボールは流れのスポーツなんですけどね。本当に流れがキーポイントになってくると思いますね。非常に短い指示でした寺回り監督。序盤リードを奪ったこの第3セット、 JT 追いつかれてきてまた引き離して、また NEC が迫ってきました。有田のサーブ、また高木狙い、今度は平行です。
この平行は今日はきっちり入りも止められていません。すごい綺麗がありますよね、はい、やっぱり。叩きが下がりました。ここからは竹下が前です。その竹下の上を狙う。竹下上げる。谷口、内田です。また平行、これは長い。これは竹下から谷口への速い平行が行きましたがアウトです。徐々に20点に近づいてきて、内田のサーブ、また高木狙い、ライトから蓬莱です。高さが行きました。20対16。ここは控えのセッターの遠藤を使います。ピンチサーバーです。回転のないサーブ、ぴったり返った。ここは大貫がうまく使いました。そうですね、松井選手レフトセンターライト全部から打ってきてますね。そして今決めた松崎に変えて、前のセットにもあった形です。サーブ順が回ってきた松崎に変えて、この中村を入れてバックレシーバーで使っていこうという NEC。 さあこれはぴったり返った。バックアタック、これは一つ目に返ったボールがあまりにも強烈でした。高いしパワーがありますよね、やっぱり。今のルールではファーストタッチではダブルコンタクトを取られることはありませんが、やっぱりバックアタック早いですよね。やっぱりキラマリ監督が男子やってた監督なので、やっぱりその速さにはこだわってると思うんですね、バックアタックの。さあブロック出た。坂下ですか。坂下のブロックが出て、この加藤ですかね、はい。ここは今センターが高い選手が2人いる形にしています。高橋はブロックアウトを狙ったが、ここはブロックの上に触りました。当てられてしまったという坂下です。このあたりやはりうまいですね。うまいですよね。触ってるのか触ってないのかと本当に微妙なところですからね。先ほどあの指先、指1本の幅というような、ね、はい、お話もされましたけれども、本当にもう指、もしくは爪、本当にギリギリのところまで当ててきますからね。これはちょっと痛いところでサーブミスが出てしまいました。共にセッターがこれでバックに下がります。ブロックは高くなる。これもギリギリ。23対19。高橋のサーブ、高木を狙う。ちょっと短い。その高木の平行ブロックアウト。これはうまく外側を狙っていきました。うまくセットポイント。サーブで狙われましたが、そこから自分で打って決めました。さあ第3セットは JT セットポイント。坂下が下がっています。蓬莱もフォワードに上がっています。蓬莱、高木、ケニーという3人が前にいます。ネットイン。最後は坂下のラッキーなサーブポイント。第3セット25対19、 JT マーベラスが取りました。これでセットカウント2対1、 JT リードです。序盤に走った JT、 中盤追い上げた NEC、 ただその追い上げて追いつく、追い越すというところまではこのセットはいきませんでした。
あとは随所でファインプレーが、ね、ありましたね。そうですね、素晴らしいプレーたくさんありましたね、はい、やはりあそこであの中盤行かれそうになった時に我慢したということで JT やっぱりこのまま行きましたよね。ケニーのあのブロックの低いところを正確に狙って打ったこのアタックがありました。12点目。でこの後 NEC が本来のセンターを使う形も作りながら行くんですよね。そうですね、やっぱりセンターを使っていくとサイドも楽になりますからね。センターで言いますと松崎はセンターのポジションに入って両サイドから打っていくという形ですが、やはりこのセンターらしいセンター杉山。そうですね、昨日はちょっと崩れたら全部サイドに上げてたんですけど牧山選手が、はい、今日はどんどん積極的に杉山選手使ってきてますよね。ただしこの後その NEC が流れに乗っていけなかったところというのはやはり JT のそのディフェンスの面でも非常にいい動きがありましたよね。そうですね、やっぱりあのファインプレーというのは、まあ、1点ですけども1点以上の価値がありますからね、そこでチームが盛り上がったということだと思いますね、はい、このプレーです。これ手が間に合わず足で行ってでこの後のラリーでショット、こういうプレーは本当に乗れるでしょうね。あれはもう執念ですよね、あそこまで落とさないという。あ、本当によく上げました。で有田に対してはこの蓬莱と谷口で張ってました。さあセットカウント2対1。ケニーは今日は29本打って13本のアタック成功、バックアタックは7本打って4本、決定率で言いますと 44.8% というところです。まあ、ただその数字もそうですけれども数字に現れない部分というのがね、ケニーはその全身を使ってこう上げていくというようなところが見られます。ディフェンスの面でもすごく貢献してますよね、はい、さあ1セットリードを奪いました。昨日までの成績はともに6勝6敗です。 NEC が6位、 JT は同じ6勝6敗ながら10チーム中8位というところにいるわけですが、やはり浮上のきっかけをつかむためには勝ち星先行という形にはまず絶対にしたい今日です。第4セット。JT は高木がこのセットスタートから起用されています。ローテーション、NEC のメンバーともに変わっておりません。NEC 高橋のサーブです。また高木を狙います。そしてその高木が打つ。決まる。来るなら来いという気持ちに慣れてるでしょうか。そうですね、やっぱり1回変えられたことで昨年だったらそのまま出ないこともあったんですけども、やっぱりもう1回チャンスがあるということで頑張ってくると思いますね。黒坂さん、はい、先ほどの NEC ベンチですが、まず自分たちのミスから崩れているのでそこはしっかり修正しなさい、はい、それから相手の高木のスパイクに対するケアの指示がありました。うん、高木のスパイクに対する指示、ストレートに打ってきてブロックを弾き飛ばしていくようなプレーが多いですね。そうですね、彼女もいろんなところに打ってきますからね、はい、杉山のサーブちょっとネットから離れて高木は返すだけになりました。離れたところから秋山のトス、内田、もう一回内田、ブロックがついています。そして押し込む、高木が押し込みました。自分たちのミスから崩れているという吉川監督の分析についてはいかがですか。そうですね、やっぱりもったいないなっていうミスがやっぱり何本かありますよね。取れたセットはですね、チャンスボールをきちんと点にしていたというところがありましたね。そうですね、あのチャンスボールも質、あの返すだけではなく、杉山選手を使えるチャンスボールの入れ方、はい、そういうのができているセットっていうのはやっぱり乗っていきますよね。
そのあたりの精度がちょっと足りないということか。あーすごい、もよく拾いました。谷口、そして平行に持っていく。あーこれはスピードがありました。これは秋山、内田、青山学院大学のホットラインと言えばいいでしょうか。そうですね、やはり長くやってる分、合ってますよね。大学で秋山が1年先輩です。あ、大丈夫でしょうか。看板にぶつかっていきましたが、竹下大丈夫です。さあしかしここはサーブで崩し始めた NEC です。有田のサーブ、今高木はこのバックライトにいます。その高木を狙って菅山丁寧に返す。速攻かライトだ、押し込む。宝来の速攻か谷口のライトかというところでしたが、ライトを使って返ってきたボールを押し込みました。高木のサーブ、成田を狙う。そして内田クロス、これも菅山上げた。ライトから増崎ブロック、谷口1枚追いつきました。しっかり位置が取れてますよね、谷口選手。まずこの菅山のディグから、そうですね、はい、そしてケニーつなぐ。2本連続いいプレーありましたね。高橋、これも取りました。松崎、秋山、その松崎はライトから、これは JT に反則がありました。さあ序盤は両チーム非常にこの闘志を見せる場面が目立っていますが、5対4。内田のサーブ、ちょっとサーブレシーブ短い、アンダー投げた竹下、フェイント、バックアタック、有田のバックアタック。練習はしていましたけれども、この試合ではおそらく初めてですね。初めてですね。彼女左利きですからね、またなかなか抜けないところを抜けていきますよね。あれ体一つ分そのボールも出てくる位置が違うわけですね。そうですね、やっぱり右利きの選手はちょっと異なりますよね。そこ、速攻はネットを越えない。ここで NEC がまた3連続ポイントとしたところで、 JT が作戦タイムを取りました。ヒットはしょうがない、でも次のことを考えないな。お互いにこのサイドアウト、サイドアウトでいくというよりはですね、連続ポイント連続ポイント、それがお互いに来るというのはね、ゲームだと思うんですが。そうですね、先ほどのセットも NEC6 連続ポイントから一気に来ましたからね、はい。逆に言えばお互いに、1回で切っていくことができないということかと思うんですが、逆に切った方のチームが強いということですよね、このセット。谷口です。さあ高橋待ってました、レシーブ、そしてその高橋ブロックアウトを狙いますが、これはダメ。そしてライトから高橋ブロック、ホーライ止めました。ちょっと無理な体勢になった高橋、かなり頭の後ろにトスが上がりました。蓬莱にシャットアウトを食らいました。その蓬莱が下がります。坂下が上がってきました。ちょっと長い押し込み合い、落ちました。ポイント JT、ここは NEC のサーブレシーブが乱れました。1点差としています JT。 蓬莱のサーブ、内田を狙う。そして平行高橋、ケニー待っていた。谷口ブロックアウト、同点。 NEC3 連続ポイントの後 JT3 連続ポイント、なかなか両チーム1本で切れません。そうですね、2本で、多くても2本で切ってほしいですね、やっぱり。
さあキニーはどこに上げるか、ライトに持っていった坂下、成田の2段トス、そして有田のバックアタック、キニー拾った谷口です。4連続ポイント、7対4から4連続ポイントでテクニカルタイムアウト。ここは JT の流れになっています。かなりネットからは離れましたが、よく打ち切りましたね。とにかくこのセットは2対1まではご覧のように両チーム1回ずつ切ってるんですが、その後は連続ポイント連続ポイント連続ポイントで来てるんですね。そうですね、やはり2点以上の連続ポイントは厳しいですよね。やっぱり必ずそこで切る、そういう風にできたチームっていうのがやっぱり最後には勝っていくと思いますね。どうきっちりサイドアウトを取っていけるか、もうラリンポイントのバレーボールの中では非常に重要なポイントですね。そうですね、やっぱりその中でも必ずセッターにボールを出す、はい、でクイックの使えるところまで持っていくということが、やっぱりその流れを断ち切るポイントになってくると思いますね。 NEC は現在はそういう形ではありませんか。はい、さあ入って、これもしかしサイドに持っていきました。もう一人いるのは増崎です。これはアタックのミス、いや、ワンタッチがあった、ワンタッチがありました。5連続ポイント、これも繋いでいる。あ、6連続ポイント、ちょっと高橋も今いかんなというような感じ、下を向いています。やっぱり連続ポイント取っているチームっていうのはやっぱり笑顔が出ますからね、すごく盛り上がるんですよね。これも竹下の素晴らしい反応があって谷口が決めました。とにかく7対4と NEC リードという状況からの6連続ポイントです。さあ NEC はこの流れを切らなくてはいけません。 JT はこのまま走ってここで勝ち切ってしまうということがまた来週からの試合につながっていきます。秋山に入る高橋、ここは高橋と松崎という前2人ですから、どちらにしてもレフトのオープン、ライトのオープンという形になっていくわけですが、高橋に集まりました。その松崎下がりました。高木、また高木を狙ったライトから谷口、さあここは綺麗にワンタッチを取りました。ちょっと短い、杉山のワンレッグ押し込む、有田が上げて高橋です。つなぐつなぐつなぐ、あーツアタック、あー菅谷もいい反応です。高橋ブロックアウト、いや見応えのあるラリーでしたが、最後は高橋のこのブロックアウト。トスはどうですかね、7メートルぐらい離れたところまで行ってますかね。そうです ね、そこからよく打ち切りましたよね、はい、短いアウト。さあここで今度は NEC が3連続ポイントです。そうですね、連続ポイント連続ポイントの、あ、ずっとやってますね。なかなか1回で切るという形が両チームできません。杉山です、逆転、今度は NEC が4連続ポイント。なぜこうなってしまいますか。そうですね、やっぱりサーブレシーブ、そこからの攻撃がですね、やっぱり今ちょっと離れたんですけども、杉山選手を使ってまた乱れました。いい流れでできてますよね、はい、
5分ぐらい前とはみんな別人のような顔してますね。そうですね、 NEC は。あー、これも長い。あー、サーブレシーブが乱れています。 JT6 連続ポイント。まあこれで見ればなんというこの流れといいますか、 JT の6連続ポイントの後 NEC6 連続ポイント。そうですね、やはりさっきの JT の表情、 NEC の表情を見ても分かるんですけども、連続ポイントを取られている時にやっぱりこう下を向いてしまうというか、こうちょっと沈んでしまうんですよね。やはりそれを逆に盛り上げる形をどう作っていくか、そしてどうやって切っていくかということが大事ですよね、はい、それにしても荒っぽい展開です。どちらもリードをしてからのその手堅いプレーというものがちょっと欠けているようなところもあります。松崎のサービスが続いています。高木、これはきれいに竹下に返った。ようやく切りました。広坂さん、はい、先ほども JT はですね、自分たちのミスをしっかり修正しようという選手たちの中から声が出てました。で、特に今決めたですね、はい、坂下が一番大きな声出してましたね。おー、新人ですけどね。高橋です。これもブロックアウト。さあ、ここは NEC1 回で切りました。久しぶりにこの1回で切ったというところがありました。秋山下がりました。有田が上がってきています。菅山がよく上げて、そしてライトからケニーのヘイント。秋山が拾う。有田が打つ。アウト。これは十分な形では打てませんでした。さあ、ここは JT が1回で切りました。2点差ではありますが、ここまでの展開は非常に荒っぽい展開です。竹下のサービス、ちょっと短い。レフトから有田。左利きの有田、レフトから打っていきました。今日いいところで有田選手決めてますよね。そうですね、決定率 57% あります。素晴らしいですね。高橋のサーブ、竹下に帰る。そしてケニー。さあ、高橋入っていた。秋山上げる。有田ブロックアウト。連続ポイント。有田の決定率がまた上がります。これで 60% に近づいてきました。すごいですね、最高で 60% 相当すごいですよね。こっからはあとは自分が1枚だったら自信持って呼べ。NEC サイドはやはり指示としては前のセットとほとんど変わっていないようですね。そうですね、メンタル的なことですね。自分が1枚になったと思ったら、つまり相手のマークが自分に1人しか来ないとなったら自信を持って呼びなさいという話がありましたね。そうですね、強気でいけということでしょうね。ともにこのセットここまでで6連続ポイントがあって16対12という展開。高橋のサーブです。ケニーに上がった。ケニーフェイント。さあ、つないでいる。有田フェイント。これは谷口が拾っている。竹下上げてケニーです。アタックはアウト。ここで NEC3 連続。さあ、ここからは20点に近づいていくところで、これ以上差が開くと NEC が走るということになりかねません。切りました。高木で切りました。13対17。 JT は4点を追います。一旦は逆転したこのセットだったんですが、そこからまた6連続で失点がありました。
坂下のサーブ、宝来のフォワードに上がります。綺麗に返った、速攻、すごい場所に落ちましたね。クイックアタックラインの前ですね。あ、これは宝来間に合いませんでした。ここは杉山のスピードが行きました。杉山が下がります。5点差。そして高崎が入りました。ここでまたフォワードに高さを出してきます。 NEC 高木ストレートに打っていった、秋山が入っていた。さあボールが高崎に回って高崎が押し込みました。また連続ポイント、6ポイント差になりました。高木、このコースです。高木はこのコースがよく決まります。センターが遅れてきてるんですけども、ストレートに打つんですね。そうです ね、 ね、よく見てますよね。ケニーのサーブ、内田を狙って有田のアタック、ケニー拾いきれません。よく1本で切りました ね、 ね、ここなかなかこのセットは1本で切れないんです。有田が下がりました。内田です。竹下上げて、あ、ブロックが切れた、ブロックポイント、内田のブロックポイント、21対14、7点差がつきました。決してその高さが出ているという感じでもなかったんですけれども、タイミングですよね。大貫が入って、秋山がベンチに下がりました。竹下走らなければならない。チャンスボールが NEC に返る。さあこれが得点になるかどうか。まだつなぎます。成田が上げて、成田がダブルコンタクトを取られました。ここで高木に変えてピンチサーバー遠藤です。これはブロックですね。そうですね、ブロックの低い竹下に変えてインデンを入れました。ですから谷口、インデン、宝来という3人でブロックに備えることになります。松崎です、強烈、センターのポジションに入っていますが、両サイドから打ってくる松崎、一枚ですね。22対15になりました。内田が下がってサーブ、菅山、竹下、そして速攻、センターの速攻で切っていきました。22対16。宝来のサーブ、大貫上げる、さあ JT つないだ、谷口、大貫がライトに回す、真っ先のアタッカー、ワンタッチがありました。今日はライトからよく決まってますね。そうですね、23対16。この真っ先からのライトからブロックの間、ピンチサーバーの中村、インデンを狙いました。そしてライトから谷口、これもブロックに当てた。さあいい形になった NEC、 高橋、あ、よく上げています。もう一回高橋ブロック待っているが、今度はふわっと打った、内田、さあどこへ行く、2アタック、インデン、さあ今度は JT の形でボールが待って、フェイント、高橋ブロックを割っていた、
ここは谷口と坂下で止めました。23対16。まあ、ここはストレート側の谷口ですね。勝ち締めてましたね、ストレート。23対17。ちょっとキティボールが返った。レシーブをした谷口、これはしまったという表情を見せて、第4セットセットポイント NEC。 3番大橋に代わり10番秋山が入ります。ここで大貫に変えて秋山を戻します。秋山がバックに下がったところです。高橋、有田、杉山の3人がフォワードにいます。 NEC セットポイント第4セット。ケリーのアタックブロック、最後はケリーを止めて25対17。第4セット NEC、 これでセットカウントは2対2となりました。大丈夫ですかね。有田が右足をつくことができません。大丈夫でしょうか。もう完全に乗っちゃった。あのブロックで着地したときに隣の選手の足の上に乗ってしまったんでしょうかね。足首ですかね。ちょっと心配です。テーピングが多いですからね。さあ試合は2対2のタイ。特にこの第4セットはですね、非常に長い連続ポイントがお互いにありました。そうですね、やっぱり連続ポイントっていうのはやっぱり1点ずつ取っててもどっちかやっぱり出ないと勝てないので、逆に何点連続ポイントできるかっていうのも重要なんですけども、1点でも少なく連続ポイントを抑える、はい、そのためにはやっぱりあれですね、あのムード重要になってきますね。今スローが出ていましたけれども、隣で飛んだ杉山選手の上にこの右足がどうも乗ってしまったような。そうですね、広坂さん、その有田選手ですが右足首を押さえていまして、本人の話ですとグキッという音が聞こえたというコメントが聞こえましたね。アイシングしてますからちょっと難しいですかね。あの膝の大怪我を乗り越えてきてここまで来た選手ですから、あのここで怪我っていうことになりますとね。そうですよね、非常にその気の毒な感じもしますが、味方の選手の足の上に乗ってしまいました。この足元です。ちょっと画面からは切れているかもしれませんが、まあ、あの相手の選手ではなくて隣に飛んだこの杉山の右足ですね。上に乗ったというよりはこう上から逆に踏まれたというような形かもしれませんが。そうですね。さあしかしこれで2対2ファイナルセットにもつれ込むことになりました。そうですね、もうやっぱり5セット目はスタートダッシュした方が勝ちますからね。NEC はしかって有田がこのセットは出られませんので、同じサウスポーの泉をライトポジションに起用しています。さあ短い15点で終わってしまうこの第5セット、大事なことは何ですか。そうですね、とりあえず最初の5点、はい、どちらが先に取るか、本当にその集中力ですね。ここからは JT は選手の交代は第4セットのスタートからはありません。そこで押し込む、スライム上げた、さあ手で上げる、叩き成田が上げる、そして秋山、高橋ライトから、あーよく上げました、よくつないだ、泉ブロック、成田に代わって入ったサウスポーの泉を止めました。まず1ポイント JT。 第5セットはラリーポイントの15点先取で終わってしまいます。
速攻切りました。杉山の速攻、そしてサーブに高橋、菅山を狙う竹下、そして高木拾った、高橋拾った、アンダーで上げる秋山、そして内田です、ブロック、ブロック決まりました。ここはアウトサイドに何か張っていた感じもありますよね。そうですね、しっかり待ってましたね、はい、JT リード、坂下のサーブは高橋を狙っていった、あった、NEC も乱れましたが JT も乱れてしまった。ああいうチャンスをね、1点ものにできればいいんですけれども ね、 そ う、 ですね、そうすれば最初の5点が大切とおっしゃいましたが3対1のこれ2対2になってしまったわけです。前に落とした、速攻、うまくここは切ってきました。 JT リーダー、ケニーが下がりました、下がりましたが、ケニーにはバックアタックがあります。そのケニーのサーブ、内田を狙う、うわ、見られた、ダイレクト、宝来のダイレクトスパイク決まりました、4対2。そういうところですよね、チャンスをしっかり決めていくっていうことが大事ですよね、はい、さあ NEC のサーブレシーブが乱れました。今度は前です、また内田を狙った、泉決めた、今度は泉が決めました。最初のアタックはシャットアウトされましたが、今度は得意なライトから、その泉のサーブです。痛い、さあ最初の出だしの5点、 JT がまず5点取りました、はい、そうですね、 JT ここから1点のミスも許せないですかね、しっかり決めてほしいですね。高木のサーブ、高橋を狙っていった、そしてサイドから内田、竹下上げる、そしてライトから決まった、宝来決めました。菅山選手よく上げましたね、菅山のこの強打レシーブの能力もね、すごいですね、はい、ここで NEC はタイムアウト、出だしが重要というこの落合さんのお話の第5セットですが、出だしのペースは JT、 ここまで静かな指示がありました、寺回監督、 JT です。序盤ペースを掴んだことで JT、 これからもっともっと波に乗っててほしいですね、はい、高木のサーブが続きます。 JT のターゲットは内田になっています。また内田を狙う、短い、その内田が打つ、あーサーブレシーブは短くなりましたが、ここは回り込んで決めていきました。やはりこの波の心臓ではないと言いますかね。そうですね、内田選手1セット目から5セット目まで変わらず思い切ってますよね。広坂さん、その内田なんですが、はい、ベンチに帰ってきてもですね、非常にリラックスした表情で、こわばった表情は一切見せませんね。セッターが秋山から大抜きに変わりました。 NEC 谷口平行決めました。きっちりした形でこの平行が使えれば止められない、ぜひです。宝来に変えてインデンです。このインデンがピンチサーバーに起用されました。7対4、ライトから松崎ブロック、1枚、これは勢い乗りますね、このブロックは。ここはいわゆるその NEC のローテーションの中ではセンター攻撃のないローテーションです。そうですね、ちょっとここ厳しいと思うんですけども、
やっぱりブロックフォローをしっかり入って NEC 一本来てほしいですね、はい、さあここで JT が8点目を取ったところで新次コート第5セット前半は JT リードです。ここで選手交代、竹下に変えて加藤を入れて、ここはフォワードで高さを出していこうというところです。新人の加藤が入りました。インデンのサーブ、またターゲットは内田、そして松崎引っ掛けた、さあなんとか返した。さあチャンスは NEC で、両サイドどっちを持っていく、松崎マークはしていた谷口ですが、ここは松崎が打ち切っていきました。ライトから決めますね、今日は一枚ですね。その松崎が下がりました。8対5、3点を追って NEC です。菅山、竹下、そしてバックセンター、ケニーブロックがついて、さあもう一回行くのか、ライトから谷口ブロック、連続ポイント NEC、 杉山のブロック軽く返していこうという谷口だったんですが、まあ、竹下の口がごめんというような動き方をそういうようにも見えました。分かってたけど惜しかったですね。高木を狙う、さあバックライト、これも上げた高橋です。これもワンタッチはない、ありません。高橋のアタックアウト、9対6。ここ NEC 一本で来てほしいですね。なかなか今日は一本できる場面が少ない NEC。 谷口のサーブ、杉山のワンレッグ上げているが、さあ NEC のチャンスなるか、近い、タッチネットがありました。 NEC にタッチネット、10点目が入りました。 JP です。そうですね、これ以上離せるとちょっと厳しいので、 NEC ここ1本切ってほしいですよね。高橋とのコンビを使ったんですが、トスがちょっと近くて杉山がネットを触ってしまいました。10対6、4点の差、この第5セットは15点で終わりです。セットカウントはともに2セットずつ取って2対2。谷口が下がりました。 JP はフォワードにまだ竹下がいます。 NEC のセッターは大貫に代わって高さは出ています。サーブは長い、有田が出てきましたね。そうですね、ここはセッターとライトが変わりましたが、2枚替えということではなくてセッターとセッターの交代、ライトとライトの交代です。そうですね、有田選手で行くんですね、はい、大丈夫でしょうかね。さあライトから坂下決めました。JT 11点目、11対7。さあ竹下が下がりました。杉山の速攻、杉山がフォワードにいるときにはこのセンターで切ってくる形があります。対角の松崎が前に上がってきますと両サイドからのオープンという形になります。菅山のサーブレシーブ、綺麗に入った、平行、もう一回行くか、今度はセンター、秋山上げてライトから有田決めた、すごいですね。右足首がちょっと心配ではありましたが、大丈夫そうですね。今の動き見てますとね、そうですね、
3点差となったところで JT 寺回監督がタイムアウトを要求しました。だから描いたものを食べて頑張ろう。広坂さん、ただね、有田選手ですね、着地した後少しやっぱり痛そうな顔してましたね。先ほど第4セットが終わった直後はですね、かなりこう分厚く、右足首のあたりにテープを巻いて、そうですね、冷やすという形を取っていました。やっぱりでもこの試合に出たいという気持ちが彼女を奮い立たせていると思いますね。菅山、竹下、そして平行高木、さあ止めた NEC、 有田拾った、谷口ナイスレシーブ、あ、ぶつかった、これは打てない、返すだけになった。さあチャンス NEC、 どこかセンタータイミング合わない、菅山が上げた、ケニー軽く返す、秋山上げる、もう一回有田ブロック、長いラリーになった、もう一回有田また上げる、竹下レフトに持っていく、高木決まった、どちらも難しい体勢の打ち合いでしたが、さあ大きなポイント12対9、第5セットは15点でおしまいです。やっぱセッターに戻したいですね、サーブレシーブを。サーブが狙っているのはこのセットは NEC の内田を狙っています。ここは成田に取らせた、杉山止めた、高麗のブロック待ってましたね。ここはもう真正面にいる杉山をマークしてましたね。さあ勝ちに大きく近づいてきた JT マーベラス、内田うまく切りました。ここも内田選手切ってきましたね。繰り返し申し上げますが、まだ内定選手です。内定選手ですよね、そう見えないですよ ね。その1点ですね、はい、14点乗せるか11点に縮めるか、2点差というのはまた元気が出る点差ですよね。2点元気出ちゃいますからね。中村のサービス、高木が取る、そしてライト、ケニー、ブロックを破りました。マッチポイント JT。 内田の手に当てて弾き飛ばしました。さあマッチポイント、成田乱れた、内田、さあワンタッチを取って、そして竹下アンダーで上げて平行に持っていった、これはネットを越えない、ポイント NEC、 マッチポイント一度は逃れました。しかし依然マッチポイント JT、 有田のサービス、高木、竹下上げて平行、谷口拾った、内田内田が打つ、つなぐ、つなぐ、つながらない、連続ポイント NEC、 2点差。すごいレシーブ出ましたね。ああもうこれは落としてはならないという、非常に熱のこもったレシーブでしたが、ここは JT つながりませんでした。依然マッチポイント JT ですが、2点差まで迫った NEC、 乱れた、谷口、成田拾う、さあ秋山上げて、内田ブロック、最後はブロック、第5セット15対12、セットカウント3対2、 JT マーベラスが NEC レッドロケッツを破りました。熱のこもった第5セットの終盤でした。最後ブロック、高木のブロックで締めました。これで JT が7勝6敗、NEC が6勝7敗という形になりました。
まあ、中盤あの特に第3セット第4セットあたり荒っぽい展開に、ね、連続ポイントが非常に多いゲームになりましたが、そうですね、なかなか両方とも切れなくて、ちょっと苦しんでましたけどね、はい、やっぱりそこを早く切れたっていうのが JT でしたよね。第5セットはですから